はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと思考が変わっています。僕のサブチャンネルの方は AI 初心者教習所という名前です。まあ AI の情報、 GPT の情報とかですね、そういうのを主に伝えようとしてチャンネルを作りました。僕のメインチャンネルはスタジオを経営しているということもありまして、音楽の情報を流してるんです。でも去年からですね、ちょっとカテゴリー違いもやっていくのにですね、音楽のチャンネルの方であまり AI のこととかがありすぎるのもどうかなというふうな感じで新しいチャンネルを作りました。おかげさまでですね、 1.5 ヶ月で収益化することができました。そんなことで約半年間続けてきたんですけれども、今回はさらに挑戦をしたいと思います。今までもかなり早くから音楽のビデオというのを作っていました。今流に言えばミュージックビデオっていうやつですね。まだ皆さんがあまり YouTube とかでアップロードしていない時からやりました。僕は音楽の仕事をする前がコンピューターの仕事をしていましたので、そういう流れでなった、そんな感じに思っていただいたらいいと思うんですけれども、その時にも映像機器というのをたくさん仕事として持っていました。音楽の照明まで持っていましたし、あとは VJ とか言われるやつですね、そんなのもできるようなプロジェクターに投影をしてですね、やったりもしてたんですけれども、まあ音楽作りに一生懸命なり、最近でしたら AI を使った作曲、これの方に力を入れました。もう今までの作り方っていうのはほとんどやってないんですけれども、そんな進化系をやっていく中で、サムネイルにもありましたように、あえて今 Vlog カムの DJI のポケット2を買いました。え、今新たに買うのに3じゃないの、ということなんですけれども、まあその内容を今日はお話ししていきたいと思いますし、そして冒頭に流れたのは、はい、皆さんも関心ある人も多いんじゃないかなと思うんですが、ドローンですね。ホバーエア X1 スマートというのがですね、今注目されているドローンでですね、99g、いわゆる航空法に抵触しないトイドローンというのをですね、4ヶ月ぐらい前から熱が帯びてきていましたので、僕もやってみたいな、昔ドローンを買ったこともあるんですけれども、なかなかうまく飛ばせなかった。そして、まあ、新しいドローンを見たらですね、なんとなんと簡単にですね、コントローラーもなしでもできるということも分かりましたので、今日の冒頭に流してみたわけです。もうご存知ですよね。このドローンです。これで冒頭撮影をしました。まあ、そんなことで今日は細かい説明とかいうのは二の次にしまして、僕がこれにあたってどんな機材を集めたか、今までもどんな機材を持っていたか、そんなイントロの話をやっていこう。では行ってみましょう。今日のメインの話というのは、先ほども言いましたように DJI のポケット2を買ったということですね。もちろんお金の件もかなり違いますし、僕の買ったのはそんなに安くもなかったんですけれども、中古で購入しました。しばらくテストはしましたけれども、特別な問題はないし、傷もほぼないというような、すごく綺麗ないい商品でした。なぜ中古にするかっていうのは、僕はいつも中古でいけるものは中古にしようと思うんですね。それは今日の話のメインですけれども、やはりこれだけで済まないんですよね。どん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 欲しいものがたくさん出てくるわけです。その時に YouTube チャンネルさんがありまして、ランズチャンネルさんというチャンネルさんが同じように何ヶ月か前かに、今なぜ DJI ポケット2を選ぶのか、こういうのがあったんですね。もちろん DJI もそうですし、
まあよく似たその他のカメラもいろいろ検討していたんですけれども、やはりジンバルという意味では皆さんもご承知かと思うんですけれども、 DJI のジンバルの素晴らしさはまあ言うまでもないというのは定説になっているわけですけれども、実際僕も届いてみて思いました。この人の言う通りだなと思ったのがですね、操作画面が小さいということです。指4つ分ぐらいの面積の中でですね、もちろんポケット3の方は縦横に角度を変えたりしてもう少しは大きいんですけれども、まあ大体2インチぐらいと言われてますね。その中でやはり指で操作するのは大変で、結局はここにスマホをつけてですね、スマホで操作する方が便利だということをこのランズチャンネルさんは教えてくれたわけですね。そうかと思って、そしたらまあ値段もですね、約10万円とそして4-5万円、そのぐらいの差なわけですから、こちらをもう選ぼうと思って決めたわけです。僕は今日までこういうものを買ってなかったといえどもですね、案外カメラは好きです。でもカメラの露出とかそういうことってほとんど知識がないんですね。そんなにいい映像を撮るということは YouTube は約30ぐらい見ましたね。そうするとやはり若干こう差があるんですけれども、まあ僕にはそんなにも影響がないんです。僕はこのオブスポットという PT デッドカメラというのを2台も持っていまして、フル HD と 4K、 その2つを持ち合わせているわけです。そしてその他にもスイッチャーというのもたくさん持ってるんですね。ローランドの V02HD Mark II、 これとかですね。そして OC のゴーストリームというのも持ってるんです。で、これはですね、買いたくて買ったんじゃなくてですね、実は今日は紹介しないんですけど、 ATEM ミニのプロ ISO というね、ちょっと高いのを持ってたんです。でもですね、なぜか HDMI アウトが今から半年ぐらい前から全く出なくなったんです。そして本最近ブラックマジックデザインに連絡をしたんですね。そうしたらですね、基板一体型でですね、直すと言っても直せないらしいんです。いわゆるもう完全交換みたいな感じですから、そうなるとかなり費用がかかるかもわかりません。見積もりは無料でしてくれるんですけれども、そういうようなことがありました。ですから今はスイッチャーが3つプラス ATEM ミニ、これ持ってるんですけれども、ただし ISO 録画、いわゆるチャンネルをバラバラに録画するこの機能だけはちゃんとできてるのでですね、まあ、これは使わないともったいないなという感じで思っています。その他にですね、これも最近買ったんです。僕は先ほども申し上げたように、音楽スタジオというのが僕の修行なんですね。ですからライブの撮影とかもしたいんです。そんな時に動き回って撮る時にですね、ワイヤレス伝送もやってみたい。まあこれもですね、これが最初じゃなくって、あと2台持ってるんですけれども、最近はコンパクトになったので、これまだ接続もしていない新品そのままなんですけれども、8月13日に矢沢永吉さんのトリビュートライブ、これがあるんですね。その時の撮影にこれを使いたいと思って前から準備してるんです。そして今回 DJI のポケット2を買ったらですね、まあそれでうまく撮影をしたいなと思うので、アルカスイス互換のですね、こういう雲台というんですかね、こういうアタッチメントも購入してみました。そしてここ案外重要なんですけれども、今一番信頼性のあるとか言うとですね、だいたいサンディスクの SD カードというのが言われてるんですけれども、スペック上はですね、 A2 の V30 で U3 そして XC1 ですね。まあ多くのクリエイターさんが使っているサンディスクと同じような仕様なんですけれども、この仕様で製品に印字していない部分で大事なのは読み込み速度とかですね、書き込み速度なんです。
このモメントさんのことを信用するとしたならば、ほぼ同じぐらいの読み込み、最大160MB/秒ですね、それのスペックとほとんど一緒なんで、これを買ってみました。でも、もしかしたらこれを使ったらうまく動かないかも分かりませんが、今日はこれほど良くない SD カード、これで先ほどの僕のこの部屋を撮影したのなんかはそれで撮りましたから、まあもう少しスペックが下でも撮れるんだと思います。これですね、これを今日の撮影には使っています。その他に買ったものは HDMI とミニ HDMI の変換、こういうのもいろいろいるわけですよね。そしてケースですね、まあ、ケースも2000円ぐらいするわけです。金食い虫ですよね。そして今度はですね、三脚に立てるときに、実際このポケット2はですね、ここの部分を入れ替えるとスマホをこんな風につけれるわけですね。つけれるんですけれども、ここが USB-C のジョイントになっていて、これがグラ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 するんですね。スマホが重たいからです。ですから、スマホの方を固定しておいて、DJI のポケット2を横に置くような、こんなスタンドが欲しかったということです。さらにさらに、今も俯瞰カメラは使ってるんですけれども、俯瞰カメラとして使いたいために、こんなスタンドですね。こんなのも追加で欲しくなったわけですね。これがだいたいメルカリで新品です。2200円ぐらいでした。こんなんもいりますし、そしてこれは ND フィルターというやつですね。いわゆる明るすぎて白飛びとかする時の暗さを作るような、そんなフィルターらしいんですけど、らしいというぐらいですね。僕はカメラの知識というのは、好きですけれどもあまりないというような、そういうのですね。そんなことでカメラ初心者だけど映像系のことが好きで、そうはいえどもですね、かなりたくさんの設備を今日までしましたんで、仕事にはなってるわけですね。映像が主体じゃなくて音楽のことだけは負けないような自負はありますし、今もメインのチャンネルでは音楽生成 AI とかを使ってみんなでグループを作ってまで毎日毎日発信をしているので、この音楽という面では譲れない部分もあります。音響の機材も3000人ぐらいのライブができるような音響機材ですね。まあすっごくいいもんじゃないんですけれども、1万ワットぐらいのアンプとスピーカー10台ぐらいですかね、そういうのを持って音響の仕事もしてるわけです。そこで今回はもう少し映像を今風な形で YouTube とかを演出できないか、そして初心者の僕と研究をしていただければですね、そんなような動画でした。今横からこれもショガカメラのウェブカメラ、これを HDMI につないだりしてやっています。USB を HDMI に変えてるので、なんかこうカクカクしてますよね。普通のビデオはこういう風にですね、つないだりしてるので、こっちの品質はまずまずなんですけれども、ISO 感度を上げて今後は撮影もしたい、そんな風にセッティングも一緒に勉強していきましょう。じゃあまたねー。